皆さんこんにちは。2030年からのありがとうのためにということで、今回から私たちの身の回りにある問題や課題が SDGs とどのようにつながっているのか皆さんと見ていきたいと思います。まずはこちらを見てください。すごく綺麗な海。ハワイかな、沖縄かな。正解はここ青森県の平内町にある夏の森半島の大島の海なんです。さすが青森の海って叫びたくなるんだけど、実はこの島上空からは綺麗に見えますが、地上で見るとたくさんのゴミで覆われてしまっているそうなんです。一体どういうことなんだろう。青森大学の東先生に聞いてきました。東先生こんにちは。こんなに綺麗な海なのにゴミの問題が深刻なんですね。どういうことなんでしょうか。やあ、凛子ちゃん。青森の海は実は深刻なゴミの問題を抱えているんだよ。こちらの画像を見てもらえるかな。上空からは綺麗に見えた海も、近くで見るとこんなにゴミがあるんだ。青森県は三方を海で囲まれているけれど、海流や地理的な特性から多くのゴミが漂着してしまうんだよ。遠く外国から流れてくるゴミもあるけれど、海のゴミの約8割は町から流れてくると言われているんだ。特にプラスチックゴミは自然に帰ることができないから、魚や鳥が食べてしまったりして深刻な問題なんだよ。近くで見るとこんなにゴミがあるなんて。リンコもいつも美味しい青森の海の幸をいただいてるのに、なんだか悲しくなります。こんなに広い場所にこんなにゴミがあると、どうやって手をつければいいのかわからないよ。そうだよね。でもこのような状況を何とかしたいと活動している人もいるんだよ。青森市に住んでいるルーマニア出身のミハイさんという方なんだ。ミハイさんは綺麗な海を取り戻したいという一心でブルーピースというボランティア団体を立ち上げて大島の清掃活動を行っているんだ。2020年9月にはミハイさんの呼びかけに166名の人が集まり、大島のゴミを拾ったんだ。そして1日で拾ったゴミはなんと約17トン。これでもまだ大島の一部分しか清掃できていないんだけど、清掃前はこんなに汚れていた海岸がこんなに綺麗になったんだよ。わー、すっごい綺麗な海岸になってる。こんなに綺麗なら青森の海の幸を求めて遊びに来てくれた人たちにも胸を張って海を自慢できますね。でも17トンものゴミを拾ってもまだ島の一部分なんですね。みんなで考えないといけない問題ですね。東先生ありがとうございました。今回は青森の海のゴミ問題を見てみました。海にゴミを捨てない、自分のゴミは自分で片付ける、これだけのことでも SDGs の14番海の豊かさを守ろうにつながる取り組みになるんですね。リンコも普段から気をつけてみよう。これからも青森の美味しい海の幸を安心してたくさん食べたいからね。ちょっと待ってよ、自分たちが暮らす町の郷土愛とか環境美化を考えるっていうことは SDGs11 番の住み続けられる街づくりをにもつながってるよね。あとプラスチック製品なんかは12番の作る責任、使う責任にも関わってくるし、こういうことを子どもたちにしっかり伝えていくことは4番の質の高い教育をみんなににもつながってくるんだね。すごい。そしてやっぱり誰か一人や一つの企業、一つの町だけでは解決できないことだから、17番のパートナーシップで目標を達成しようということが欠かせないんだね。一人一人が綺麗な海を少し意識するだけでいろいろな目標に貢献できるのが素晴らしいですね。次回も私たちの身の回りにある問題が SDGs とどのように関連しているのかを見てみたいと思いますので、ぜひ見てくださいね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ヘバねー。